すがすがしい朝、悩み事がないって幸せね。私たちも解散解散、いいなし、やったー。破滅フラグに怯える日々は終わったの。これってもしかして誘拐？カタリナ、何か困りごとがあるならこの兄に相談してごらん。仕事もあるし、そろそろ戻るぞ。俺たちはまだ婚約者であって、婚姻は結んでいない。本当にカタリナ様はどこまでも優しいのですね。ジオルド様はどうされるおつもりですか？誘拐なんて犯す奴なのだから、何をしでかすか分かったものじゃない。カタリナ様は必ず助け出します。あの事件には闇の魔力が関わっている可能性があるのですよね。どうすればいいの？乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。すごく快適で誘拐されていることを忘れかけていたなんて言えないわよね。2021年7月放送開始。